回は鋼の錬金術師に登場する知りすぎちゃった男ことマースヒューズについて見ていきたいと思います。アメストリス軍中央司令部軍法会議所所属の軍人であり、メガネとアゴヒゲがトレードマークの男マースヒューズ。何よりも家族のことを第一に考えている作中屈指の家族思いな人物です。ただ家族を思いすぎるがあまり、仕事中にもかかわらず愛娘であるエリシアの自慢や愛妻であるグレイシアののろけ話をしてきたり、ところ構わず家族の写真を見せびらかしたりしているので、周囲の人物からは面倒くさいと思われることもしばしば。しかしハガレンに登場する父親といえば、家族全員をキメラに変えちゃう外道や、何も言わずに家出しちゃう放浪親父、さらには国民すべてを賢者の域にしちゃうお父様など、基本的にろくでもない父親ばかりです。その点ヒューズは少しうざがられるくらいなので、作中でも群を抜いてまともな父親であることがわかります。またその気さくな性格から人間関係を築くのがうまく、軍部でも非常に慕われています。特にロイ・マスタングとは士官学校時代からの親友であり、卒業した後もしばしばお互い気にかけているほど仲が良く、イシュバール殲滅戦に参加した頃からマスタングの理解者として彼が大総統になるという野望に協力し、たびたびサポートしています。実際作中ではマスタングが中央に招聘される際、若くして上層部に食い込むと敵が多くなることを見越し、お前さんを理解して支えてくれる人間を一人でも多く作っとけよというアドバイスを先に中央で働く先輩としてしていました。しかしそのアドバイスを受け、マスタングが声をかけた相手がよりによってホモンクルス側の裏切り者である米軍中将だったというのは運が悪いとしか言いようがありません。これがきっかけとなり、マスタングは大総統であるキングブラッドレーから目をつけられることになってしまいます。先輩風を吹かせていったアドバイスがまさかとんでもない事態を招くことになるとは、この時のヒューズは夢にも思っていなかったことでしょう。また主人公のエドワードとアルフォンスに対しても何かにつけて気にかけたり、初対面のウィンディに対しても自宅に泊まらせてあげ、エリシアの誕生日会に誘うなど、非常に面倒見のいい人物でもあります。このように誰に対しても優しいヒューズですが、家族のことになると容赦しない一面もあります。エリシアの誕生日会で一緒に遊んでいた男の子に対して、うちの娘に手出したらただじゃおかねえぞとドスを聞かせた声で牽制するなど、家族のことになるとたとえ相手が何の悪意もない子供だろうが容赦しません。また自身の家族をキメラの実験台にしていたショータッカーがスカーにとっちめられた際は、神罰が下ったんだろうよと一切同情せず怒りをあらわにしていたことから、他人であっても家族を大事にしない奴には厳しいことがわかります。士官学校出身ということもあり、全体的に能力は優れていますが、特に知性と頭の回転の速さは作中でもトップクラスを誇ります。実際エドワードから賢者の位置と錬成陣のことを聞いた際、その後の部下との何気ない会話からホモンクルスの計画に作中で最も早く気づいていました。錬金術師でもないのに錬成陣を理解し、即座に国の謎を解く頭脳からはヒューズの常人離れした知力がわかります。その際に大総統府に連絡しようとするも、軍上層部がホモンクルスとつながっていることにも気づき、とっさの判断で最も信頼できるマスタングに連絡したことからもヒューズの頭の回転の速さがうかがえます。また情報収集能力にも優れており、マスタングが中央に行く噂をいち早く掴んでいたり、第5研究所で負傷したエドワードのお見舞いに速攻で来るなど、高次元の情報収集力を見せていました。軍の機密情報からゴシップ情報までオールジャンルに扱っていることから、たとえ軍をクビになったとしても暴露系配信者として活躍できたに違いありません。戦闘に関してもあまり描写はないものの、イシュバール殲滅戦において前線を戦い抜き生き残ったことや、ホモンクルスのラストに襲撃された際、振り向きざまにナイフを投げて攻撃するなど、戦闘面でも非凡な才能を感じさせていました。特にナイフ投げに関してはラストも認めるほどの腕前のようです。その一方でスカーと初めて対峙した際は、エドワードやマスタングなど優秀な錬金術師がいたこともあり、自ら戦うことはせず物陰に隠れていた賢さを見せていました。またイシュバール殲滅戦の際、戦う理由を死にたくねえと答えていたことからも、強き者とは無謀に戦わないという孫子の兵法にのっとった戦術を行っているため、上官としても優れた人物であることは間違いありません。
このようにオールマイティに高い能力を有しているヒューズですが、最終的にはその高すぎる能力が仇となり早々に退場してしまいます。これは優秀すぎるキャラが背負った宿命であり、漫画界の真理なのです。作中では賢者の石と錬成人、国内で起こった暴動に共通点があるのではと不審に思い、チョコで資料を調べているうちに国土錬成人の存在に気づき、この出来事に軍の上層部が関わっていることを察知します。そしてこの情報を即座に報告しようとするも、敵の目的に気づいた瞬間に襲撃されてしまいます。通常であれば報告する途中やあとちょっとのところで敵が襲ってくるなど、ある程度の余裕を持たせるのが漫画界の定石ですが、それを完全に無視し速攻で決めに来るホムンクルスは本気度が違います。またこのとんでもないスピードで襲撃するには、あらかじめヒューズが目的に気づくであろうと予測して待ち伏せしていないと成立しないため、ホムンクルス側も必死で情報収集していたことがうかがえます。こうしてラストから襲撃を受けるも、イシュガール戦で鍛えた戦闘力でなんとか逃げ延び、マスタングに連絡するため電話ボックスまで無事たどり着き、一件落着かと思いきや、用意周到のホムンクルス側はそんな甘いことはしません。第二の矢としてマリアロスに化けたエンビーの襲撃によってヒューズは窮地に陥ってしまいます。しかしその際、本物のロス少尉は左目の下に泣き袋があるため偽物であると見抜き、反撃に転じようとするも、最後は最愛の妻グレイシアに化けたエンビーにナイフを向けることができず、その隙を突かれ退場してしまいます。妻に化けられていなければ十分反撃できた可能性はありましたが、マスタングに連絡する際家族の写真を落としてしまい、妻に化けられるきっかけを与えてしまったことがヒューズの敗因だったのかもしれません。ただヒューズが最後に残した軍がやべえという愚痴ともいえる少ないヒントから、マスタングが軍に対して疑問を持つようになり、最終的にはホモンクルスの計画に気づいたため、ヒューズの死は決して無駄ではなかったといえます。そしてヒューズが埋葬される際、娘のエリシアが言った「どうしてパパ埋めちゃうの?」という子供ゆえの素直な疑問と、その後の大佐の「いや雨だよ」というシーンは作中屈指の泣ける名シーンであり、多くの読者が涙したと思われます。ホモンクルスたちの目的に誰よりも早く気づき、優秀すぎるがゆえに早々に退場してしまったのは非常に残念であり、読者としてはマスタングと共に活躍する姿をもっと見たかったものです。イシュバール殲滅戦の際、ヒューズは妻のグレイシアから手紙が届いたことでのろけ話を繰り広げようとしていましたが、マスタングに死亡フラグだから話すなと止められ生き延びていました。国の秘密を知ったヒューズも秘密を誰にも話さず、気づいていないふりをしていればホモンクルスに襲撃されず助かっていたかもしれません。そんなヒューズは実は退場直前の行動で親友であるマスタングの命を救っています。マスタングがラストと戦った際、ラストの一撃がギリギリで届かず、なんとか勝利したシーンがありましたが、この時ラストの残機が一つでも残っていればマスタングが負けていた可能性もあります。そのためヒューズがラストに襲撃された際、ナイフで残機を一つ削っていたおかげで、あの時マスタングが勝てたと考えられるのです。つまり退場しても親友であるマスタングを支え続けていたのです。優秀すぎるがゆえに早々に退場してしまったマース・ヒューズ、時には知りすぎないことも大事だと教えてくれました。